挙手金じゃないですか。入るでしょ。ほんまに入ってるやん。これは別に大丈夫ですか。俺のだから入りやすい。入りやすい最初から。はい、どうも、山ちゃん。ミッキーマウス、夏、ハグしたらめっちゃ臭い。よろしくお願いします。ちょっとごめんなさい、ちょっと目が充血してるんですけど、はい、はい、ちょっとわかんないんですよ、連日。ほう。なんか大きな事件ありました、最近僕。泣いた？アホか、お前。影響力増しとるわ、ボケ。どうするもし裏で全員繋がってたら。どういうこと？やめとこうか。というと今日なんですけど、ちょっとシンプルに、ちょっとまたヒカルさんから連絡があったんですけど、今日ね、ちょっとね、電話のトーンも本当に違くて、いつもの集金シリーズとか、なんかそういう、なんか俺が結局やられるシリーズじゃないっぽくて、シンプルに、今回ちょっとほんまにプレゼントがありますみたいな感じだったんですよ。で、ネタじゃない感じ出てまして、はいはいまあ、それこそ本当にバンなる場合の感じのテイストじゃないなっていう。うん、あ、バンなったわ、そういえば。そうそうそう、思い出した。だから命中決してんねん。で、もうそろそろ多分来ると思う。ちょっと待っていきたいと思いますけど。あ、楽しみですね。はい。来たか。おはようございます。おはようございます。お疲れっす。お疲れっす。ちょっとスイッチ入ってますよ。え？挙手金じゃないでしょ。早いでしょ。いやいや、差し入れ持ってきたよ。ほんまにちょっと見えない。ちょっと前さんから連絡あって、差し入れやって、差し入れですか。はい。差し入れ持ってきたから。ありがとうございます。お疲れ。うわ、すげえ。え？何これ？すごいよ。いや、すごいっすよ。え？ちょっと前さんここ置いて。はい。池田さん、池田さん。ないですよ、ないですよ。幼児が元気されてる。子供が、うんち覚えてるやつ何が。間違えた。え？ちょっと待って、これ。馬刺し、はい、おー、じゃあ見て馬刺しこれえすげえ、なんかやばそう。ちょっと待って、入ってるやん。冷凍やん、冷凍入ってます。めっちゃ冷たい、冷凍やん。まあさっき買ってきたばっかりやから。ガチガチなプレゼントですね、これ。あ、そうだから、あげるわ。だからこれ開けていいんすか。いいで。新品開けていいんや。馬刺しやばいね。え、開けてください、これ。いいんすか。うわドエスやな。やば、ドエスやな。うわ、入ってる。冷気がふわーっと今。うわー、これ優しい。え、触っていいですか。ほんまにもらいますよ。優しい、やばいね。え、めっちゃ嬉しいねんけど。いや、ちょうどこのダイエットしとって言っとったから。いや、僕ね、ほんまそうなんですよ、ヒカルさん。今ダイエットちょっと玄米とヒレ肉とブロッコリーしか食べてない生活なんですよ、これ。うんうん、1日4分ぐらい食ってるんですけど、ヒレ肉以上に一番いいのが馬刺しなんですよ。そう、俺それ調べたから。え、めっちゃ嬉しいけど。でもこれから馬刺しだけ食べて。え、いや、全然ありがたいです。これもむしろめっちゃ、これしかも馬刺しの部位もいろいろあって。え、シャトーブリアンとかあるから。うお、え、ちょっと待って、やばいな。馬シャトーブリアン、馬シャトーブリアン。これだけ違いますからね。そう、これだけちょっと違う。入ってる、ほんまに入ってるやん。ほんまに入ってるやん。これしかも結構やつやん。馬刺しって普通買えないですもんね。どうやって買ったんですか。すげえ。いや、もう友達に連絡して、ちょうど会えるで。ちゃんと払ってますよね。まあ、もちろんこれ払ったね。あ、ちゃんと払ってます。全然。それは僕がいただいていいですか。全然。ちょっとせっかくなんで概要欄載せておきますよ、じゃあ紹介で。全然。そうね。まあ、刺しなんか普通買わないんで。いや、やばいね。何これ、え、ロースとヒレとシャトーブリアン。こんなシャトーブリアンとめちゃくちゃあるよ。ロースと結構多いから種類。やば。やば。200種類ぐらい。え、めっちゃ嬉しいねんけど、これ冗談で嬉しい。やばいね。え、私手に入れへんからずっと言ってたんですよ、これ。200種類ぐらいあるけど。そんなにない。3種類しかないです。ロース、ヒレ、シャトーブリアン3種類しかないです、今のところ。200ではないです。行こうよ、次。これは、え、ちょっとほんまに感謝です、これは。冗談で。全然、これは。どういうテイストなんですか。最終的に僕なんか嫌がらされるんですか。いや、違う。ダイエット頑張っとるって言ったから、協力しようかなと思って。おお、優しい。そう、もうプロタン超えてもらおうかなと思って。もう超えてます、普通に。それで言うと、超えてます。プロタンは。プロタンの乳首。プロタンの乳首は離れすぎです。これはほんま、え、前さんほんまにもらっていいですか。え、本当に。あ、これぶっちゃけこんな安ないでしょ。ちなみに馬刺しはどんな肉よりも高いはずですから。まあ、特選やから。これはいくらぐらいですか。これ何だっけ、店の名前。何だっけ、ここ店。え、なんていう店。ちょっとそれはさすがに店の名前ぐらい言ってあげたら。まあ、もちろん、何だっけ。うまい肉生成場。うまい肉生成場。そんなんやった。はい、そうしたの。嘘やろ。うまい肉生成場でしょ。調べろ、調べろ。でもありがたい。いや、うまい肉生成場さん、ほんとありがとうございます。ほんまに。うま肉、めっちゃありがたい。あ、じゃあ全然。うま肉にローって感じ。バクロ。
暴露馬に食うにひらがねの暴露さん、ちょっと本当に URL くれたら乗しとくわ。どうすなよお前。いや、URL くれたらそれ乗しとくけど暴露さん、ほんまにやらかし渡します。めっちゃありがたいねんけど、これほんまに。いや、これはほんまにえ肉やから、これはマジで食べてほしい。絶対うまいっすよ。毎日これだけ食べとったら痩せていくから。あ、そうなんだ。無駄なあれがつかへんから。です。いや、ほんまそうですよね。馬ぐらいしないかになるっていうか、筋肉が。なるほど。それはやばい。だってあれですよ、あの人が K1 の角田さんは馬肉しか食わないんですよ、もう。で、ムキムキでしょ、うん、はいはいはい。俺はそれ知っとったから。武井さんもそうですよ。そう、知ってたから俺。すごいな。これは普通に嬉しいねんけど、全然ネタでもなんでもないと。いやいや、まあ、俺は昨日の感謝の気持ちも感謝、善意でな。ただのいい動画ですよ、こんな。善意、善意。そうっすよ。いや、そう、全然善意。普通にいい動画やん。ボケも見つかるやんな、こんな。うん。いや、嬉しい。お前もっとボケるよ。ええー、めっちゃ嬉しいねんけど、冗談抜きで。そう、これ調理方法も簡単やし、生ハムみたいな感じで。あ、切るだけ？うん、切って食べる。食べる。そのまま食えると。吸って食べれるし。めっちゃ嬉しいねんけど。そのままで。何マジで？醤油がありますね。サッサッサッって。めっちゃ嬉しいねんけど。これは。めっちゃありがたい。ヒカルさん、ほんまありがとうございます。いや、全然いいですよ。いや、ほんまありがとうございます。マジで。いや、今日はありがとうございます。なんか、はい、どうしよう、飯でも送りましょうか。いくらこれ、こんだけで。ちょっと、じゃあ、洗濯物してもらっていいですか。逆に怖いよ、そんなブランド。いや、やってほしい。クリームだ、ちゃんと。逆に怖いですよ。洗ってほしいなと思って。いや、洗える、そんな。そう、ちょっと。おしゃれ洗いでも、それ。おしゃれ洗いでも取れますよ、これ。革ジャンですよ、だって。え、なんでもしてくれるって言うんやったら。洗濯ぐらいダメですか。いや、します。いつか洗濯これ、いくらぐらいっすの、これ下の子。いや、やばいです。10万ぐらいっす。下の子10万するって。やばいよ。安いと思うわ、それでも。えどうしたの、急に。どうですか。え、フラッとしてた人。大丈夫、ひばりさん。どうですか。大丈夫ですか。どうですか。ちょっと喉が歯入ったんじゃないですか。入った。壺に入っちゃって。あ、マジで。って面白いなと思って、ちょっとそっち、ラオさんのそのぶら下げてるやつ、これ、あ、これ、財布です。最近、気に入ってるんですか。あ、もうこれね、落ちないんで、ポッケがなくて、もう財布です、気に入ってるんですよ。目立ちますね、それ。まあ、いいですね、これ、オレンジと青と黒があるんで、モンクレーで、よかったです。はい。で、黄色にしたんですか。僕、まあ、黄色ですね。まあ、でも、室内にするのおかしいですけどね。それだって、持ち歩く意味ないですもんね、別に。まあ、室内置いとったらいいじゃないですか。まあだから、取ったやん、今取ったやん。これ、昨日買ったんですよ、可愛いんですか。何入れるんですよ、それに。これいくらだと思う。あっさり。いくらだと思う、これ。7万。3万。うわー、近っ。7万ちょい。7万するんですか。デザインがちょっと、なんかおしゃれ。サイコロみたいな、うん、レオンに乗ったから、そこ買ってん。それでどこにつけるんですか。まあ、家に置いとく、車の中で置いとくだけでしょ、こんなんで、こんなんなんか鍵とか入れるとこじゃない。おしゃれですね。お菓子とかアメちゃんとか入れるだけでしょ。おしゃれな。はい。あれはほんまに今日。いや全然。大きに。えで。ほんまに動画なんか撮りましたかじゃあ今日。いやマジで。これで俺ほんまムキムキになるわ、馬刺しで。うん、いやこれはいいね、嬉しい。まあこれ結構。マジで下方持ってください。これを。こうですか。いってね、馬刺しが送られてきたって言ったときだったら僕らおっとおかしくないですか、ちょっとなんか。わざとらしくないですか。ああ。どうします。これさ、なしの方がいいですか。そうします。なしにします。あ、それか普通になんかもう集金シリーズっぽさゼロでもっと普通の会話していくっていうのがありかもしれないですけど、もうなんかこのスタイルで喋りにくいんですよ、めっちゃ。最初からシリアスだ。これはもう別に大丈夫ですよ、もう俺の動画で。やり直しましょう。テイクワンみたいな。どんだけストイックやねん。自分俺の動画やから別にってそれで、このままいやもうやり直そう。これまでってほんまに。納得いかへんからやり直そう。最初からやり直す。もうサムネとかもええわ。サムネゲット出してサムネもちょっと追加せよ自分で。マジで撮り直す。いややり直そう。ちょっとこれもう一回しまい直して、もう一回最初投稿スタートしよう。ああ同じように感動できるかな俺。いやそこはもう頼むで。マジ普通にありがたいね。これもう一回しないサングラス外すんですね、そのパターンですね。そうちょっとこれもうもう一回テープやって。嘘やん、やり直しましょう。嘘やん、マジ頼むで。ピンポンからやり直したいな。もう新しいパターンの、その
ほんまに友達に馬刺し持ってきましたバージョン。知らんて。ほんまに友達に馬刺し持ってきました。次行きます。はい。オッケー。新しい形模索していこうよ。これが新しい形やで。すごいですね、この新しい形は。やり直しも効くんやでっていうこと。あー、なるほど、うまい。そう、そう、やり直し効くねっていう。じゃあちょっとオープニングだけ、もうそろそろヒカルさん来るなーっていうのだけ撮ります。これも全部使うんでしょ。そう、使うんだね。めちゃくちゃやな、もう。いやー、そうやな、ヒカルさんもうそろそろ来るで。今回機嫌よかったから、あのネタじゃないっぽかったから、どんな感じで来るかちょっと楽しみだけどね。確かにね。ちょっと疲れてるように見える。じゃあ気のせい、あ、来た。あ、お疲れ様です。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 ちょっと今日はラムさんに届け物があって。はい。何？何？これ、これ、これ、これですよ。これ？何これ、何すかこれ、これさ、ヒカルさんだよ。これは書いてるじゃないですか。今俺見たぞ。ヒカルさん、俺になバレへんようにな、チラッと俺の見たぞ今。くるんてね、馬刺しっすよ。ガチで馬刺し。いやいや、ラオさんがダイエットしてるって聞いたんで。何ダイエットに馬刺しが効くっていう。いや、そうです。話あるんすよ。僕ね、お前今玄米とフィレ肉とね、ブロッコリーその3つしか食べれないんですよ。それ1日4回食べてるんですよ。へぇ。でも飽きててね。まあまあそうだと思ったんで、やっぱ肉はうまいっしょ。うまい、うまい、うまい、うまいけど、フィレ肉よりこっちの方がやっぱり体にいいですよ。そうなんですよ。よし、ってやるわ。馬刺しはほんま最強なんですよ。あれ誰でしたっけ、芸能人、これ馬刺し。角田さんと、武井壮さんは馬刺しばっかり。そうそう、そうなんですよね。はいはい、おー、そうなんだ。そうです。最強ですよ、これは。これほんまいいですよ。マジでいいです。はい、これかなりいいです。この中もしかも、普通の馬刺しじゃないんで。シャトブリアンでしょ。いや。中何入ってるんですか。いろんな。いろんな入ってます。これマジで何だっけ、店の名前。バクロさん、ちょっとあのホームページというか URL 載せてます。ちゃんと買ってますよね。買ってます。あ、そうです。10万ぐらいしましたよ。10万出して買ったやつ、俺にくれんの。はい、あ、マジっすか、10万。いや、これはすごいっすよ。まあ、差し入れですね、これ。めっちゃ嬉しいの。はい。いや、いいっすよ、めっちゃ嬉しいねんけど、これ。え、てか、嬉しいのはほんまにネタなしで嬉しいよ。はい。ちょっと冗談抜きで。うわ。ほら。ヒレ肉やん。そう、ちょっと待って、うわうわ、見て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 、これヒレ、やばい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 。でヒレだけじゃなく、ヒレだけじゃなくロース、ロース、そしてこれ、これですね、一つだけ違う箱。うわやばい、プレミア、プレミア、ちょっと見ていいですか、見ていいですか、これやばいっすよ、これやばい、出てきた箱が違う、特選大事。そうそうなんですよ。シャトーブリアン、うまシャトーブリアンですよ。うま、うわうまシャトー。これはさ、お前1回目の時そういうちゃんとやるよ。一回できへんのか、お前。ごめんね。何やねん、お前。これはあかんて。やばいでしょ。これはあかん。これは違うでしょ、全然。ほんまのやつやん。はい、ドンキみたいな札しますからね、今。ほんまのやつやん。そうっす、だからほんまにガチで。喜ぶやろなと思って買ってきたんですよ、マジで。めっちゃ嬉しい。じゃあ食べてください、これは。え、どういう値段にするんですか、これは。普通に僕食べればいいんですか。いや、もうダイエット食品なんで、お金でムキムキの体手に入れてもらって、まあやっぱ体作ったらやっぱそれで筋トレ系のネタできるじゃないですか。確かに、はいはいはい、なるほど、やろう。はい、上目指してほしいんですよ、もっとプロダン超えてほしいんですよ。もう超えてます、プロダンの乳首。あ、離れてますね、はい、プロダンの乳首があります。あれは超えられないんですね。まあまあね、すごいなマジで。これはありがたいな、はい、いやいや、まあまあまあ全然リアルにありがたいぞ、これは、はい、おはようございます。いただきます、いただきます、おはようございます、おはようございます。うわすげえ、ほんまにお金ええの。え、お金ええの、ほんまに。いや、いいっすよ、さすがに。マジいつもお世話になってるんで。まあまあ、いいっすよ、いいっすよ、はいはい、もう、いや、もうほんまね、あれくどいけどね、連日もずーっと連日動画撮らせてもらって、バウシーかなって、5、6日経ちますけど、ほとんど会ってますからね。3日、4日は言いますもん、ほんまに。ほんとに会ってますもん、ね、ここでまた1年振り返ってね、年末なんかね、温泉なんか行きながら、あー、いいっすね、こんなことだったら、こんなことだったら、言いながらね、はぁ、これはええわ、ありがとうございます。普通に嬉しいねんけど、これ、まあ、どうするの実際、馬刺し好きですか。あの、馬刺し好きですよ。あ、好きなんですか。馬刺しってやっぱ高いし、はい、普段買われて、これいくらすんの、いくらって。10万。これ一個食べません、これ食べます、今から食べますか。あ、サトブリ一個でいいですか。はい、一回食べましょう。どんどんいいですか、味知りたい。ちょっとカメラこっちで、俺も食べてないんで。これ普通に嬉しいな。え、これ冷凍は解凍できるんですか、すぐパッて。あ、冷凍のまま切る感じでいいと思うんですよ。へ、え、ぇ、ー、
や普通に嬉しいぞ。うまいからこれやっぱ。多分あのまあ気にされない方だったらニンニク醤油。匂いがちょっとね。ニンニク醤油でいくか普通に生姜醤油でいくか。はいはいはい。これどっちもうまいと思いますよ。まあちょっとまだ硬いけどね。ちょっとまた硬いですけど、これ。はいはいはい。切れるかな、こんな。うわ、すごっ。え？あ、何これ。うわ、薄っ。硬そう。硬い。あー、まあまあ、シャーベット切ってから、解凍してから出すよね、大体。はいはい。店でもね。うわー、馬刺しはほんまに。これでも危ないな。いや、ちょっと危ないですね。うん。切りにくいですもんね、絶対。切りにくい。うわ、すごいな。切りにくいけど、すげえ。うまさで言うと、うまいんだなこれ。これえぐつないと思うで。このしん、これちょめ、一回見てこれ。このしんぶり。うまいな。これ。うわやっべえ。ユキスト。ほんまやで。これは絶対うまい。ちょっと一瞬これちょっとまだ冷たいですけど。確かにちょっとね。せっかくなんで。匂いはあんましないですね。なんか無臭というか。砂糖なんなんだ。そんな匂いしないですね。ニンニクとどっちがいいですか。まあ、俺はニンニク派ですね。ニンニク派でいきますか。はい。ニンニクと生姜と両方。もう一つやるで。まあまあまあ。じゃあさん、これ。はいはいはい。せっかくなんで。これ食べれます？今硬すぎる。うまいんですかね。薄いんですか。もう食べれるんですか。冷たいな。すげえな。絶対うまいで。これニンニク、ニンニク、ニンニク。え、入れすぎっすよ、ヒカルさん、絶対、それ絶対うまいって、絶対うまいって、こんなもん冷たすぎるちゃうかな。うまっ。うまい。うん。あ、これうまいわ。いける。これいけるな。ちょっとまだ硬いな。硬いのにいけるんやもん。あ、全然、言っても言っても、まあ、肉やから、結局口の、厚さ、中で溶けていくというか。なるほど、なるほど。いや、でもめちゃくちゃ柔らかいよ、この肉。硬さ感じんかな、シャーベットみたいな、ちょっとシャリシャリしそう感じやな。ちょっといただきます、僕もいただきます。これうまいな。あり、全然。贅沢すぎるやろ、これ。うん。あ、うまっ。うまっ。マヤスさん、これもう食ったら。マヤスさん、高級焼き肉が出てくる馬刺しと一緒。そう。じゃあ、むしろそれよりうまいかもしれん、ワンちゃん。これ、マヤスさん、これめちゃくちゃうまいって。あ、マヤスさん、その端つかんといて。さすがにです、マヤスさん。兄弟やからって、そういうことじゃないから。ああ、そうです。お前のエキスつくやん。そこはそのままって。マエキスが。絶対、今のおかしいで。マエスの口からの唾液がつく。カメラ回ってるのにごめんやけど、おかしいで今の。さっきの何気なくお前、やろうとだけど。兄弟やからええやん。首の下らには握るの嫌やん。俺はお前のこんなこの首やったら。ヒゲ。どのヒゲそれ。ヒゲ握り嫌やん。うまないっすか。めっちゃうまいっす。これはやばいって。冷たくても全然うまいっすね。これはやばいって。なんなんこれ、ありがとう、ほんまに。うまっ。普通に嬉しいねんけど。これ店で出せるレベルっすね、これマジで。うまい。全然出せるな。うん。全然、臭いもない。普通に。そうなんだ。シャトーブリアン。なんか俺、さっきね、ちょっと調べたんですけど、はい。1000キロの1トンですよね。はい、馬から、1キロしか取れないらしいです。このまま 0.5 バーとかですね。0.5 バー。ほんとに。そういう世界なんだね。ほんまだから、貴重なもんなんですよね。これはすごい。飲めへんのかい。いや、まあ、右でしょ、別に。全然です。これは。これ、もともとワインが買ってるやつなんですかね。うるさいな。いや、そんな。そんなことで。うるさいんだけど。もともとワインを建てられてるんですよ。どこに書いてあるそんなこと。いや、それ専用で売ってるんですよ。へぇー。いや、でも、ほんまにうまいわ。これ。冗談抜きでこれうまいわ。やばい。いや、うまいです。ほんとうまいです。なにこれ。いや、ほんまにありがとうございます。ほんまに。これやったら確かに満足度高いっすよね。普通これはあり、うん、普通に嬉しいぞこんなん。確かにこのおつまみとしては最強じゃない。いや最強これは。なるほど。その酒と合いそう。普通に俺酒飲まんけど。うまい。やっぱあれなんですか、ロースとヒレはちょっと味違うんですかね。ロースは食ったことあるんですけど、はいはいはい、ちょっと臭みはあるかなこれよりと思う。多分他のシャトーブリアンやっぱレベル違うんや。やっぱり他で食った時の印象やけどね。へえ、これはすごいわ。すごいね、この肉。すごい。でもこれ1個で結構もうすごい値段するってことで5000円とかするってことで5000円すんの。
だってあれ全部で5000円入ったの。5000円ぐらいしますよね。めっちゃ計算になりません？多分なるんじゃない。これぐらいするんじゃない。5000円ますね。っていう計算でしょ。3000円とかするとか多分人から3000円はします。1食で大体俺とぐらい食うから。牛の方が高いんですよね。いや、じゃあ馬肉の方が高い。馬の方が高いじゃないですか。牛のショートブレードもっとやばない。だってまあ高いですよ、値段は。値段次第ですね、うん、すごい。そもそも馬肉が手に入んないでしょ。まず売ってないでしょ。うん、そうですね。そもそも、うん、確かに馬刺し食べへんもんな、普段家で。ないっすよ。おしゃれでしょ、相当。馬刺し食べてるやつ家にやったら家にやったらな、馬刺し出てきてびっくりするやん、家で。びっくりする。めっちゃありがたいんだけど、これほんまに普通。ありがとうございます、ほんとに。いや、嬉しい、よかった。今日なんか普通に動画なんてこともないネタの、なんかまた集金か思ってたけど。はい、やったね。あの、はい、ということで、あの、今日なんですけど、あの、ヒカルさんが、馬刺しをシンプルに馬刺しをプレゼントしに来た。はい、はい、はい、いや、ちょっとやっぱ、納得いかないし、ちょっとあんまりもう一回直してもいいですか、これ。ふざかんない。なんか、どっから、どっから、しんどいって。刺しを玄関のとこから。貧乏から。もう一回直してた。2回目おかしいって。なんかちょっとあんま納得いかなかったですね。なんかあんま盛り上がってない自分がいたというか。いや、盛り上がってます。めっちゃ盛り上がってます。なんかちょっと違うなと思って。編集で何とか。なんか間違った気ですね。この辺に箸置いたのちょっと間違ったなっていうか。いや、そう、カットするんで。いや、そういうことじゃないですよね。流れが生まれるもんが。雰囲気的に。いやいやいや、そういうことじゃない。空気感が。そういうことやから。どう思いました、ジャンさん。もう一回ですね。頑張れ、お前。ということで、今日はね、ご視聴ありがとうございました。いや、もういいでしょ。本当にもう今日は大丈夫ですよ。やめましょう。悪い癖出るのやめましょうね。もう一回言っていいですか。ダメダメダメ。じゃ、ラファエルなしで行こう。あかんいいでしょ、邪魔やほんまにほんまにやめよう。ラファさんと一人最悪やるから。一回頼むじゃ、ラファエル番になって俺が一番儲けた。あ、今回なんですけども、はい、ヒカルさんから急に連絡が来て、うん、なんか差し入れっぽいんですよね。なんかその集金シリーズとかじゃなくて、うん、差し入れ持ってくるみたいな。なるほど。うん、言ってて、もうちょっと来るんかな、これ。あ、そうです。どうなんやろ。もうちょっと、ちょっとまま後来たいと思います。なんか来たら困るんでね。楽しみですね。ピンポーン。おー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 。あー、お疲れっす、お疲れっす、あー、お疲れっす、お疲れっす。ちょっと今日差し入れ持ってきたんですよ。何やん。そうなんすね。おー、ええこれ、馬刺しじゃないですか。いつまでやんの。そうなんすよ、これ、馬刺しなんですよ。いつまでやんのって。いや、これね、馬刺しなんですけど。やりたいですか。いつまでやるの。いいよ、俺の好きで、まあ、やるしかねえや、別に。いや、もうええ。何思ったんですか。いや、別に問題ないや、別に。いつも長い時間、あの、10分しか取れへんかったら、いや、もうあと10分欲しいですね、みたいな。で、20分取ったと思ったら、いや、あと10分の尺欲しいですね、って言うくせに、珍しいですね。別にいいやん。いや、今日も回ってる、だいぶ。別にいいやん。何分回ってる、今。いや、もうだいぶ回ってる。何分 ?3、2、これだけでも30分ですもん。ほら。前そんな、これ、どこの店なんだったっけ。暴露。あ、ちゃう、まあ、ちゃうから、買ってくんだと、ほんまに。俺のサイヤやっとんねん、お前。読めよ、マジで。お前。お前、熊に服着せんな、お前。熊に服。いやいや、逆だよ、お前。今、こんなもん逆だよ。動物逆だよ、こんなもん、お前。熊は暑いやろ、こんなの動画がね、お前。いや、別に。お前、痩せる熊服着せんやろ、お前。クマに服着てるとお前。おっしゃれな服着てる。やりすぎやろお前。お前クマにジーパン貸すためにどんだけお前固定したねん。あれや。やっとるぞ、ほんまあれやな。いや、本当に今日はありがとうございます。本当に。やるだす。いや、本当に、またあの馬肉食べて、僕ちょっと筋トレ頑張ってるんで。はいはい。なんか馬鍋とかしたいっすよね。なんか新しく開発して。新しい鴨鍋とかなんかあれや、いろいろ。はいはいはい。馬鍋とかで聞いたことないですか。いや、やってみません。馬鍋イノシシ鍋とかあるでしょ。あ、ボタン鍋。はい、馬鍋。確かに面白そうやな。それ動画にできません。馬鍋してみた。あ、馬で鍋作ったら、それいけるじゃないですか。馬鍋美味しかった。やります。やりましょう。馬鍋してみた。やりましょうか。ちょっとじゃあ次回それでちょっとやってみましょうか。はい、ということで今回これで動画終わりたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。